音楽のジャンルとは、複数の音楽作品を共通の伝統様式や一連の約束時に当てはまるものとして識別する、慣習的な分類区分である。学識及び音楽スタイルとは、区別されてかるべきだが、実際にはこれらの用語が混同して使われることがある。音楽は、多彩な方法で複数のジャンルに区分可能である。音楽の芸術的性質から、 これらの分類がしばしば主観的で、物議を醸したり、また一部のジャンル同士が重なっている場合もある。1965年に、ダグラス・エム・グリーンが、著書、フォームイントーナルミュージックにて、ジャンルと学識等を区別している。彼は、ルネッサンス期に由来するジャンルの例として、マドリガーレ、モテット、カンツオナ、リチェル・カーレ、ダンスを挙げている。 さらにジャンルの意味を明確にするべく、ベートーベンの作品61とメンデルスゾーンの作品64は、学識が異なるとはいえジャンルは、同じバイオリン競争曲である。しかし、モーツァルトの作曲したピアノのためのロンド K511 と、彼のミサ曲 K317 からのアニュースデーは、ジャンルが、まるで異なるのに、学識はそっくりであるとグリーンは記している。 1982年、フランコファブリが現在規範的だと考えられている音楽ジャンルの定義を次のように提唱した。音楽ジャンルとは、社会的に認められた一連の規則によって進行が統制されている一連の音楽的事象であり、この場合の音楽的事象とは、音を含む、あらゆる種類のイベント界隈で演奏される各種の活動と定義されている。 音楽のジャンルやサブジャンルは音楽的技法文化的背景、テーマの内容や精神性によって定義される場合もある。たまに地理的な起源が音楽ジャンルを特定するために使われたりもするが、一つの地理的カテゴリーが足したようなサブジャンルを含んでいることも多い。ティモシー・ローリーは1980年代初頭よりジャンルは ポピュラー音楽研究の部分集合から卒業して音楽の研究対象を構築したり評価するためのほぼ至るところに存在する枠組みとなっていると論じている。ジャンルという用語は概ね多くの著者や音楽学者によって同じように定義されているのだが関連する用語のスタイルには異なる解釈と定義がある。ピーター・バンデル・メルベのように ジャンルとスタイルの用語を同じものとして扱い、ジャンルは複数楽曲が共有する固有のスタイル、または基本的な音楽言語として定義されるべきだという人たちもいる。カタやアラン・エフ・ムーアなど、ジャンルとスタイルは別々の2つの用語であり、主題などの二次的な特性もまたジャンルを区別し得るものだと述べる人たちもいる。サブジャンルはジャンルの回区分である。 音楽用語では基本的な特性を採用している音楽ジャンルの解分類であるが明確な区別を有する独自の特性も備えておりジャンル内の離れたところに固まっているまたサブジャンルは多くの場合そのジャンルでのスタイルとして言及される20世紀におけるポピュラー音楽の増殖が1200を超える定義可能な音楽のサブジャンルを生み出すことにつながった作曲が 親ジャンルの全特性を共有させる複数ジャンルの交差作業に位置づけられる場合がある。そのため、各ジャンルに同時に属するものがあって、こうしたサブジャンルは融合として知られている。融合ジャンルの例としては、ジャズとロック音楽の融合であるジャズフュージョンやカントリーミュージックとロック音楽の融合であるカントリーロックなどがある。マイクロジャンルとは規模の 小さなジャンルで、主要なジャンルやそのサブジャンルの中にある、回区分にあたる。1970年代末より、ヴィンチェンツォ・カポラレッティは、音楽を生み出す、造形媒体すなわちアーティストによって採用される、創造のインターフェースに基づいて、音楽ジャンルのより包括的な区分を提唱した。彼によって生み出された、 オーディオタクタイル音楽理論と呼ばれる理論は、音楽を以下の3分野に分類している。1、記述音楽、いわゆるクラシック音楽のように視覚的基盤を使って創造されたもの。2、高等音楽、これは民族音楽や民族音楽のように録音技術が出現する前のもの。3、オーディオタクタイル音楽、これは録音技術を中心とした制作を呼び、 配信プロセスのモノ音楽ジャンルの経譜学は、しばしば記述された楽譜の形において、古いジャンルの影響のもと新ジャンルが、どのように発展したかを述べている。音楽の新ジャンルは、単に新しい分類の枠組みを作ることに加えて、音楽の新たなスタイルの発展を通じて生じる、可能性がある。既存ジャンルとは何ら関係のない音楽スタイルを、創作することも考えられるが、 新しいスタイルは一般的に既存ジャンルの影響を受けて出現する。音楽学者はフィリップタグの民族音楽、芸術音楽、ポピュラー音楽からなる氷三角形など三分方区分に従って音楽を分類することがある。彼はこれら三つが各々の特定の基準に従って他と区別可能だと説明している。 データマイニングと狂気分析に基づく音楽類似性検出の自動化手法が電子音楽配信 EDM 用に音楽タイトルを分類する目的で開発された Spotify 参加で音楽情報関連を扱うシコネストシャワー Shower Every E-Noise At Once と呼ばれる Spotify によって5315のジャンル形状区分に関して追跡及び分析されたデータをもとに アルゴリズム生成された音楽ジャンル空間の散布図に基づいたジャンルとサブジャンルの分類認識スペクトルを作成した。この他、音楽はアローズル。バレンス、デプスという三次元の変数に分けることもできる。アローズルは刺激と暗則などの生理学的プロセスを、バレンスは感情と気分を、デプスは認知プロセスを反映するものである。これら三次元の変数は、 なぜ多くの人が伝統的に区分された異なるジャンルから似たような曲を好むのかを説明するのに役立っている。芸術音楽は主にクラシックの伝統を含むもので、現代音楽でも昔のものでもクラシックな楽識を含むものを指す。芸術音楽は世界の様々な地域に存在する。それは、 技術的かつ詳細な脱構築や批評をもたらしたり、聞く者に傾聴を要求する拡張を高いスタイルが際立っている。西洋の監修において、芸術音楽とは主に音楽的伝統が書き留められたものとみなされており、ポピュラー音楽や伝統音楽が一般的には口頭や丸暗記や録音で引き継がれるのに対し、芸術音楽は何らかの形式の楽譜で保存されている。 歴史的に大半の西洋芸術音楽はヨーロッパで考案された標準的な形式の寄付法を用いて書き留められており、ルネッサンス期のだいぶ前から始まってロマン主義時代に成熟した。芸術音楽の作品や小作品のアイデンティティは一般的に特定の演奏よりも寄付された版によって定義され、演奏家というよりも主に作曲家と関連付けられる。 これは西洋のクラシック音楽の場合に特に当てはまる。芸術音楽には特定形式のジャズが含まれることがあるが、ジャズは基本的にポピュラー音楽の形式だと感じる人もいる。1960年代にはフリージャズにて前衛的な実験の波が見られた。加えて前衛的なロックアーティストも芸術音楽のアルバムを発表した。ジェニファー・ロペスが ポップミュージックフェスティバルで楽曲を披露している、様子ポピュラー音楽は、一般大衆にとって接触しやすく、マスメディアによって広まった音楽スタイルである。音楽学者で、ポピュラー音楽の専門家である、フィリップ・タグは、社会文化的及び経済的側面に照らして、この概念を次のように定義した。ポピュラー音楽は、芸術音楽とは異なり、 大規模かつしばしば社会文化的に異質な聞き手集団へと大量流通させるために考案された書面ではない形式で保管及び配布されるそれが商品となる産業金融経済においての未可能なもので資本主義社会においては自由企業の規範に従いつつできる限りの大量販売を理想とするものポピュラー音楽は大半の商用よび公共ラジオ局 大半の商業音楽小売店およびデパート、そして映画およびテレビのサウンドトラックに見られる。それは、ビルボードやオリコンなどのヒットチャートに記され、シンガーソングライターや作曲家に加え、他ジャンルが行うよりも、音楽プロデューサーを巻き込んでいる。クラシック音楽とポピューラー音楽の区別は、ミニマルミュージックや、ライトクラシックのような隣接分野だと曖昧な場合も、ある。TV 番組や、 映画のバックグラウンドミュージックはしばしば両方の伝統に当てはまる。この点において音楽は小説と似たものがあり、小説も文芸小説と大衆小説との間に区分の線引きがあるとはいえ必ずしも正確ではない。宗教音楽とは宗教的な用途または宗教的題材を介して演奏されたり作曲された音楽のこと。ゴスペル、霊下、 キリスト教音楽が宗教音楽の例である。日本における画学の演奏風景伝統音楽と民族音楽はよく似た分類区分である。伝統音楽は非常に幅広い分類区分でいくつかのジャンルを含めることが可能で、そこに民族音楽を含めることが広く受け入れられている。国際伝統音楽学会によると伝統音楽とは 長い歳月にわたって演奏されてきた歌や曲調のことである。民族音楽というジャンルは、ある世代から他の世代へと口頭伝承される音楽として分類される。一般にアーティストは不明で同じ曲でいくつかのバージョンがある。このジャンルは、通俗的な曲を歌ったり聞いたり舞い踊ることで受け継がれる。この種のコミュニケーションは、文化がスタイルともに、 それが発展した背景をも語り継ぐのを可能にしている。文化的に語り継がれる民族音楽は、それが創作された歴史時期やその中で発展した社会階級に関する豊富な証拠を保っている。民族音楽のジャンルでいくつかの例を挙げると、イギリスの民族音楽やトルコ民謡などに見られる。イギリスの民族音楽は中世より展開され、 それが当時から現在まで受け継がれている。同様に、トルコ民謡はかつて、トルコを通過したすべての文明と関わっており、近世初期における東西間の緊張もあって、世界的関連性がある。世界各国、場合によっては、各地域や地区やコミュニティが、それぞれ独自の民族音楽のスタイルを持っている。民族ジャンルの回区分は、それぞれの場所や、 文化的アイデンティティや歴史によって生み出されている。音楽はその土地土地で発展しているので、多くの楽器はその場所とか人口による特徴があるが、どこでも使われる類似したものがいくつかある。ボタンアコーディオンや、ピアノアコーディオン、異なる型のフルートやトランペット、バンジョーとウクレレなどがその例である。フランスとスコットランドいずれの民族音楽も、フィドル、ハープ、 そして様々なバグパイプなどの関連楽器を使用している。アリーナで演奏するメタリカ2009年3月28日現代ではより簡単に音楽と接することができるためより多くの人々がより広範囲なスタイルの音楽を聴くようになった。さらに社会的アイデンティティも音楽の思考に大きな役割を果たしている。人格は音楽選択にとって 重要な要因である。自分自身を反逆的だと考える人は、ヘビーメタルやハードロックのような重めの音楽スタイルを選ぶ傾向がある一方、自分自身をおおらかな性格、のんきな性格だと考える人は、ジャズやクラシックみたいに軽快な音楽スタイルを選ぶ傾向がある。ジャンルを問わない音楽思考の根底にあって、感情的、または、 情緒的な応答を反映するとされる5大要素がある。具体的には次の要素である。メローな要素。これは滑らかで安論としたスタイルからなるアーバンな要素。主にリズミカルでパーカッシブな音楽により定義されているソフィスティケートの要素。これはオペラ系統やワールドミュージックなどを指すインテンシティの要素。これは力強くて。 大音量でエネルギッシュな音楽により定義されている。キャンペストラルな要素。これは、シンガーソングライターのジャンルやカントリーを指す女性は、より高音域を嗜好した音楽を好む一方、男性は、重低音の音楽を好んで聴くことが研究で示されている。重低音の音楽嗜好は、たまに境界性や、反社会性と合わせて指摘されることがある。年齢は、 音楽的思考を左右するもう一つの大きな要因である。年を取るにつれて音楽の好みが変わる可能性があることを示す証拠が出ている。カナダの研究では思春期の青少年がポップ音楽のアーティストに大きな関心を示す一方、成人や高齢者はロック、オペラ、ジャズなどの古典的なジャンルを好むことが示されている。ありがとうございます。